でもまあなんか自分が友達だと思ってるだけで相手は思ってないんじゃねっていう気持ちもめっちゃわかるんよな。うわ、うちそれめっちゃ思うタイプだよね、まつりも、うん、でもわっちゃんは親友。いや、うちももう今となってはちゃんと心からまつりちゃん親友だって言えるけど、うん、なんか最初とかはなんかそのわかる言ってたんだ、なんかもしかしたらビジネステーテーかもしれないじゃん。まあ、あるじゃん、ビジネステーテーとか、はいはい、あるじゃんとか、まあ、聞いたりは するけど、実際まあ分かんないですからね、本人間の中じゃないと。だし、そう、こんなになんかすごい人が、なんでこんな、こんなさ、アホみたいなさ、うちとさ、何が好きなのと思って、ビジネステーテーかなと思っとったから、うちはまつりちゃんのこと大好きやったけど、友達って言われたら、友達って言っても大丈夫なんかなと思ったけど、今とだってはね、もう、大切な友達よ。嬉しい。マイベストフレンド。マイベストフレンドだよ。うん。祭りがだってわっちゃんのこと裏切る未来見えないでしょ。見ない。うん。何があってもわっちゃんだけは裏切らない。ありがとうね。うん。わっちゃん一人を取るか、あの地球の人類を取るかって言われたら祭りはわっちゃんを取るよ。そんなうちやってそうよ。うん、いつも言ってるでしょ、あんた以外はもう別にどうでもいいってすごい多方向に怖いんよ、だからうちはもうね、たくさん友達おるわけだから、うち以外も、でもそのもうあんたいるけど、いるけどさ、まつり思うよ、無人島にペッて置いてかれた時にさ、うん、わっちゃんとなら楽しめるだろうなって思う、それは。え、ほら、まつりちゃん言われてるよ。何？星川はって。それは、もうそれ以外も、その星川さんもどうでもいいってこと？いや、それは違うな。あれ？じゃ、ジャンルが違うじゃん。なんで？ジャンルが違うよな。なんで？違うな。分かってないな。そうやってさ、まつりがこう、わっちゃんのこと好き好き話してるときに他の人の名前出すの、ほんとよくないと思う。嫉妬しちゃったってこと、もしかして。いや、別に嫉妬とかじゃないけど。でもなんかこう、たまにね、切り抜きとか見るからさ。まあまあ。まあ、そうだよね。まつりちゃんって、まあ、そうだよね。違う違う。だわっちゃんのことは推しじゃないもん。なるほどね。友達だもん。え、じゃあ、星川さゆちゃんは、推し。推しってだけで別に、それ以外なんもないってこと？いや、まあ、友達でも、友達ってなんか、友達ってなんだろうね。泣いちゃう。なんか急に怖くなってきた。悲しい。分かんなくなってきたな。友達って何なんだろうね。いや、星川も一緒にいて楽しいし、仲良くしたいし、でも別に星川の人生の中に祭りがいなくても、どこかで星川が生きててくれたらいいっていう考えなんだけど、わっちゃんはもうわっちゃんの人生に入れてほしい、祭りを。あ、関わっていきたい。そう、絶対その方が楽しませるもん。なるほどね。っていう感じ。あの、確かに今日まつりちゃんと関わってから人生が楽しくなってるよ。ほんと？うん。嬉しい。ほんと。楽しいよ、毎日。幸せだー。幸せだー。